こんにちは。ロハス TV の時間がやってまいりました。ということでですね。えー、めちゃめちゃ今日は酔ってます。えー、でもね、酔ってるけれども、動画だけは撮りたいと思います。ということでですね。えー、トリスのハイボールをもう一杯追加でですね、酔えば酔うほど飲んじゃうという、この企画でどうでしょうか。ということでですね。あの、 開けました。皆さん、暗い世の中でございますが、あの、明るく行きましょう。えー、乾杯ということでですね、グビグビグビ。ああうまいえ、<laughs> ということでですね、実はね、あの、今日は、あ、冷た、もう冷たい <laughs>。あの、もう、本当にまだ香川県、寒く、 本当にね、あのー、寒いといえどもね暖かいんでありがたいんですけどさすがにね冷蔵庫入れとった塗り寒は冷たいです、はい、あの <laughs> ほんで今日はねすごい嬉しいことがあったんですよ実はね僕昼食業がどういうかにねもう本当に何年だろうもう,もう25年ぐらいかないるんですよ もももう多分もっといいるかもしれあつたつたほんでねあの僕らやっぱり入った時に先輩もう十一回り以上違う先輩がねいるんですでそういう人にね僕は本当にお世話になりましてもう今だったらねもう70過ぎて70中盤とかねそういう方にお世話になりました本んにお世話になりました 本当今日はね、そういう、あの、大先輩にね、あの、発表をお願いしたんですよ。ね、なかなかね、OK と言うてくれないんですよ、それがね。でもね、僕はね、今の後輩にね、そう言ったね、70、ほんま、5、なもうほんま、4歳とかね、そういう方のね、 今コロナで大変じゃないですか、もう。俺も大変ですよ。でもね、先輩はね、本当にいろんな大変をね、くぐり抜けてきたんですよね。で、あの、会社経営をね、30年とかね、僕も前の会社から計算すると35年経つんですよ。35年、未だにね、頑張ってやってるようです。 まあ俺がくもうね、俺はもう外れたから何とも言えないんですけどね。でも、やっぱりね、会社がね、30年続くっていうのは、本当に大変なことなんですよね。そういった大変な30年以上を続けた先輩方々に、今日は、あのー、コロナで大変なんだけども、コロナで大変というよりは、<laughs> <laughs> もう、酔って大変というか、 いやいや、ちゃい,います、ちゃいます、ちゃいます。あの、コロナで大変というよりは、本当に長く続けることが大変なんですよね。企業っていうのは、本当に長く続けなくちゃダメなんですよ。でね、今日も言ってましたけど、もう35年以上になりますとね、あの、社員さんがもう定年になるわけなんですよ。 で定年になってね退職金大変ですよ本当に企業一人一人がねあの数千万円を出していくっていう退職金でもそれをねやった時にねあやり遂げたなっていうそんな感じらしいんですよねあやっぱり先輩は違う先輩はやっぱりすごいと思いましたね ま、そんなことを僕は、本当に、あの、僕が会社をね、もう本当にやられたときはね、ま、どうなるかと、ことかと思いましたけど、その時も先輩がね、頑張れ、頑張れって言ってくれました。そんな先輩がね、え、もう35年、で、頑張れ頑張れ言った先輩も、 決してね順風満帆に来たわけではないんです。本当にね厳しい厳しいね、えー、時代の流れをね乗り,かえ乗り越えてきたんですよね。で何を言いたいかというと本当にあに、のー、朝ね仕出し屋の先輩はねいまだにもう朝の5時から起きてね えー、仕事をしてます着物屋の先輩はね本当に、えー、心,この心でね、えー、有言実行っていうのももちろんあるんですあるんですけれども心の中でちゃんと秘めた思いをね持ってるんですよねなんかね冷たいなんか ハイボール持ってた冷たい。<laughs> あの、あの、冷たい <laughs>。そういったね、秘めた思いっていうのはすごい大事だと思うんですよね。僕はね、そんなね、もう大先輩に育てられたというかね、あのー、本当にもう恵まれたなと思うんですよ。 もう先輩ともね、本当にもう20年来付き合わせていただいてます。僕がこの仕事入った時もね、えー、まあ、ありがたいことにねえ、皆さん集まってくれて、もう僕を落ち込んでもうその会、中小企業がどういうかやめようかと思っとったんですよ。かっこ悪いじゃないですか。もう、ね。そんな時にね、言ってくれた言葉が、 第二,第二創業やないか。お前がん、おめでたいことやないかと。頑張らないでいかんでっていうふうに言ってくれたんですよ。あ、俺って第二創業やん。第二創業できる人間って、なかなかおらへんでって言ってくれたんですよ。そうだな第二創業か。 それはもう頑張らねばならないっていうふうにやめようと思った会をとどめてくれたのはああいった先輩方々また同輩の方々本当にありがとうございましたおかげでねなんとか生き延びています人生とはそんなにうまくいくことではないんです 僕も、もう失敗だらけです。失敗だらけですけれども、笑って生きてます。これだけはね、本当に僕、あの、同級生も言いますけども、うかすごいよなって言ってくれるんですよ。何がすごいかっていうと、こんなね、なかなかね、売れないスピリチュアルのもの商品とかね、 なんか、あの、下手するとね、お前宗教やっとるんかとかね、お前詐欺師かとか言わ,言われるんですよ。でもね、僕はね、本当に、僕の扱っている今の商品っていうのは、すごくね、オリジナリティに富んでるし、すごくね、本当に素晴らしい商品なんですよ。この商品をね、 みんなにも伝えたいし、素晴らしい、僕はね、本当にもう自殺しようと思ったこともあります。もう本当にあの自律神経が崩れてね、大変な時期もありました。ま、まあ、皆さんが見たら今も崩れてるじゃないかと思うかもしれないんだけども、まあ大体崩れてる人間の方がね、あの、希望を与えるんです。今も寄ってね、話をしてると、 あのこの会をやめないで済んだんはお母さんのあの,あのもう何言うかなええー、加減というかなんかもうあのおちゃらけというかなんかあ突拍子もないというかそういうようなところが良かったっていうところでこの会をとどまったっていう方が今日いらっしゃいました人間っていうのは完璧性を求めるんじゃないんですよ あの、あの、不完全さに魅力を感じることもあるんですよね。まあそういう意味ではね、まあ僕はどっちかって不完全性の代表選手みたいなもんですけど、いいんですよ。まあそれはそれでいいんです。不完全ほどね、素晴らしいことはない。だって、完成してないから、まだまだ、あの、未来があるんですよね。完成してないほどね、未来があるもんはないと思います。 うん、多分ねめっちゃ酔ってるからもうね全然ね話のろれつとかあの起承転結がね取れてないと思うんですけれども、うん、何話そうかな。<laughs> あの僕はねだねあの お酒好きです酔うのも好きで,すでね寄ったらねあ,あんまりねこの番組ではねちょっと言えないようなことがあるんですけど多分ねすごいねこの寄ったらねあのいっぺん差し飲みし,してみたいと思います皆さんとね。すごいね あのー、人をね、励ます力っていうのは、多分2倍も3倍もなると思います。僕と話した人間は絶対立ち直れます。だって僕が変な人間ですから、あなたの下に行けます。あ、こんな人間でもちゃんとやってるんやっていうか、社会人なんやっていう。<laughs> だから、人を立 立ち直らすのはねすっごい上手いんですよ。<laughs> あなたよりもねあまあまあまああなたを見てる人はもっと壮絶な人生を歩んでると思うんで何とも言えないんですけどまああらかたの人間を励ます力っていうのは何か知らんけど僕持ってるんですよ。それが僕の得意ですね。 うん。人前で喋るっていうのはね、あんまり僕得意じゃないんですよ。得意でないけど、こん、俺いつでも思っとんは、こんな人間でもやれるでっていう、やれるでっていう、そういう思いをね、いつでも思っとんです。俺はエリートでも何でもない。ただ単にね、サラリーマンから、 知らんまに社長になって、会社乗っ取られて、また嫁さんに迷惑かけて、今の、あの、会社をこして、で、あの、これだっていけるでって言って、同居他社見たらみんな潰れてるやん。そん中で、なんとか生き止めてきてるという。 でどうするんこれっていう思ってるところもあったりするけど、案外、あの、潰れない経営っていうのを実はし、やってるんですよ。<laughs> あの、あのね、伸びない、あ伸びる経営と潰れない経営のやり方は違うんですよ。わかんない。 もうね、全然分かんないかもしれないけどあるんです。俺みたいなねもうこういうあの人にはもう教えてもらいたくないかなと思うんですけどこれが俺ですからほんで俺あのしょうもないことにね起業副業オンライン化初めの第一歩応援という。 そんな、あの、ロハスマラテラ小屋ヤっていう、開運ロハスマラテラ小屋ヤっていうのを、あの、開くこうと思ってるんですよ。ねまあ、もしよかったらね、あの、また登録、また流しますからね、登録してください。俺はもう本当にね、あの、本音でいきます。だって、俺はもう、 どんなに頑張ってもなかなかうまいこといかんことがよくありました。でもね案外言ったこともあります。実績はありながらないとこもあります。だからそういうことはよくあええー、んちゃうかと思うやつはあのまたねあ言ってください。 まあそんなことでねまあ僕はほんまに友達に恵まれましたほんまにありがとうございますもう手合わすしかないですほんまに、あ、ねみんな絶対くじけていかん俺もくじけんけどみんなもくじけていかん頑張ってやろうでほんま 時には酔おうで、な。用でな。本音で言おうよ。本音で言うたらな。助けてくれるやつがおる。そういうことで、今日は、酔いました。さよなら。